今の日本で、えー、すぐに社会主義というのは、うん、私たちそういう方針じゃない。何を変えるかと言いますとね、やっぱり資本主義の枠内での本当に国民が主人公といえる国を作るための民主主義革命をやろうと、うん、世の中の仕組みをガラッと変えようと、うん、その場合、2つの日本の社会の歪みを正していこうと。うん、一つはですね、こんなアメリカ言いなりでいいのかという問題です、うん、核兵器禁止約ができましたよね、うん、で私も国連会議に 参加してで一緒になってこの取り組みに参加しましたけども人類の史上歴史を初めて核兵器が違法になった、うん、だから日本政府はアメリカとの関係で背を向けてる、うん、とても恥ずかしいじゃないかと被爆者から批判が出ますね、うん、こういう問題いいのかという問題考える必要があると思うんですね